きチャンネル。じゃあ、さあ今日は、はい、那須さんに、はい、来ていただいてコラボ企画ということで、お願いします。那須さんの YouTube の動画の方にも、はい、僕出させてもらってるんで、はいね、そっちも皆さんチェックしてもらいたいと思いますけど、僕はですね、はい、野球のゲストはほぼ呼ばなくて、はい、多方面に攻めていくっていう。あ、そうなんですね。しかもね、最初は那須さんにインスタで、そうなんです、 DM をもらって、はい、DM 攻撃で結構やられるんですか。いやいや、何名か、はい、去年の年末に YouTuber の方にフットサル対決やらせていただいたんですけど、はい、それこそカジサックさんとか、はい、東海オンエアの両方とかは DM で攻撃してしたら見事それに反応してくれて、はい、で今回も来てて、あのコラボどうですかみたいな、はい、あ、いいんじゃないいいですよみたいなこちらこそお願いしますみたいな、ね、あ、もうありがたかったですよ、もう野球選手初めてだったんで僕のチャンネルで、だって僕なんてそもそもゲストそんなにいないんで。あ、そうなんですね。ゲストがほぼもうほぼゼロに近いですけど、今日那須さんに来ていただいて、はい、まあまあね、この僕のチャンネルは野球を好きな人が見てくれてると思うんですけど、 で、 す、ね、はい、でも僕やっぱりせっかく日本にいるんやから、はい、J リーグも含めて、はい、サッカーのことももっと知って、うん、より広い形でスポーツ盛り上がった方が絶対いいじゃないですか。あ、そうですね、はい、まあ、今年はねオリンピックもありますし、はい、そうですね、まあ、ワールドカップもね、ラグビーが盛り上がってね、はい、サッカーはもっと盛り上がって、もっとこうなんか日本がもう、ね、力づけて盛り上がっていった方がいいんで、そうですね、今日はですね、はい、サッカー界の僕が聞きたいことをいっぱい聞きたいっていう、はい、だから那須さんは那須さんのチャンネルで言ってるかもわかんないですけど、はい、新たに探りたいっていうことで、はい、プロ野球でも、まあ、1軍と2軍の違いとか喋出してもらってるんですけど、はい、僕の率直な疑問は、はい、J1 と J2 でどんだけ待遇違うんやっていう、はい、ああ、そういうことですね。那須さんもいろんな形でチームをね、はい、渡り歩いて、はい、あ、ここに出てます、はい、経歴、はい、はい、お願いします。お願いします。すごい、もうすごいです。いやいやいや、すごいんです。はい、ですけど、はい、どうですか、もう大きく分けたら何が違うんですか。ですね、まあ、僕は、J1、ありがたいことに J1 クラブ、6クラブを、はい、渡り歩いた形だったんですけど、はい、で J2 は実際経験ないんですけど、はい、でも J2 の選手だったり、その J1 から J2 に落ちた、はい、クラブに行った選手にお話はもうたくさん聞いてるので、はいはい、でまず、年俸面が、はい、もう変わるんですか。まず変わります。で、J なのに、はい、J1 から J2 に下がった時点で、はい、まあ、スポンサーも 何社かこう離れていっちゃったりとか、はいはい、メインは離れていかないんですけど、はいはい、その他のスポンサーさんが離れていったりとか、はいはい、で年俸面で言えばざっくりなんですけど、はい、1、2割ぐらいは下がります。減俸です。だって J2 って2軍じゃないじゃないですか、はい、2軍じゃないです、1軍じゃないですか、はい、1軍同士のカテゴリー1、はい、カテゴリー2っていうだけじゃないですか。あ、そうです、そうです。それのに、はい、カテゴリー2に行くだけで、はい、1軍なのに減っちゃうんですか、はい、減ります。きつくないですか減ります。しかもあれでしょ、はい、今年まで1だったのに、はい、来年2になったから全体的に下がるよみたいな、はい、あ、そうです。きつくないですか、はい、だからインセンティブ、その、年俸と別に、勝利給っていうのもあったりするんですけど、それも下がります。勝利給、はい、あるんですか。なんか僕噂に聞くと、はい、サッカー勝利給でかいらしいですよね。あ、そうですね、はい、野球は、はい、ほぼ、まあ、球団によるんですけど、はい、なんかジャイアンツがバブルの時は、はい、なんか勝ったら束が立つみたいなね、はい、聞いたんですけど、はい、ロッテの僕だと、はい、1ヶ月集めても、うん、もう頑張んなきゃ立たないみたいな感じですけど、ですね、まあ、J1 のクラブで、はい、一番もらってるクラブで、月大体何試合なんだろうな、4、5試合、はい、勝てばもう余裕で立ちます。まあ、余裕で立ちます。じゃあ帯っすね。帯が何束かっていう、やばいっすね、はい、だって野球は、はい、まあ、これチームによって違いますけど、はい、ロッテとかだと3連戦2勝もしくは1勝1敗1分け以上、はい、で賞金がもらえるんですよ。逆に言ったら1勝2敗だともらえないんですよ。あ、そうなんですね、はい、勝ち越さないと、はい、もしくは5分以上じゃないともらえないんですよ、はいはいはい、だからもし1勝2敗で、はい、その1勝のチームのその先発ピッチャーが1勝したのに、はい、そのカード他に2敗すると、はい、この人何ももらえないんですよ。あ、そうなんですね、はい、勝ち越したらいくらとか、はいはい、勝ち損もあるんですよ、賞金で言うと。へー、あとはもう本当1試合 の、はい、そのみんなで分配するんですけど、はい、1試合の総その報酬が、はい、そもそも立たないんで、あ、そうなんですね、1試合が、はい、でそれを足していって、はい、だから要は
1ヶ月で負け越したらもらえないんですよ。あ、そうなんですね。はい、へー、サッカーは別に1試合で勝てば、しかも1試合で、そのもらう割合も45分、はい、試合90分あるじゃないですか、はいはい、45分プラス1秒から、100% もらえるんですよ。じゃあ勝利機をハーフで勝ったらアウトですね。そうです、ハーフで勝ったら 半分じゃないです、 70% ぐらいです。じゃあもし前半終了して、はい、後半頭から交代って、はい、マジはぁみたいな感じです。いや、なります。一回ピーってから変えてよみたいな。あ、そうです、一回でちょっとでも出してよちょっとでも出してくれっていうのはあるんですけど、ちょ、出してくれないんですか。出してくれないパターンもやっぱあります、はい、全然あります。でもきつくないですか。いや、きついですけど、もうしょうがないですね。もう監督の監督そこら辺は気使ってくれないんですか、はい、気使わないっすでも知ってんすよね。知ってます、知ってると思いますけど、そっちに頭はいってないと思います。こうもう変えなきゃ、もう変えなきゃ、もう勝つためにみたいな、ああ、まあ、そっちに行ってると思うので。でも個人的にはあと1秒出してくれみたいな全然ある。だからそのベンチメンバーは大体4分の1とかですよね。勝利球の満額の4分の1をもらえるベンチメンバーは、ああ、で1秒でも出れば、半分はもらえます、確か。ああ、はい、まあ、チームによるんですけど、ああ、でも1秒でもあのピッチに立てば、半分を。じゃあ1試合総賞金が結構あるっすね。そうですね、1試合、はい、ね、はい、だからチームにしたら、チームにする、だからそれめっちゃいいっすね。そうですね、はい、だからそれモチベーションになりますよね。はい、はい、だから基本の年俸やっぱ野球みたいに高くはないので、はい、その勝利球だったり、はい、あとチームによって、そのあと個人によってなんですけど、はい、無失点球とか、はい、ディフェンスだったら無失点球があるチームもありますし、それはディフェンダーだけですか。ディフェンダーだけです、はいはい、でそれを個人で織り込むっていう、はあ、であと得点球、はあ、はい、のがあったりっていう、はあ、じゃあ何気に年俸が低めでも、はい、その勝利球とか足したら結構いくっすよね、はい、確か年俸を超えたりしないんですか。ですね、年によっては年俸近くいく年もあります、ね、はい、それはチームによって1ヶ月で振り込まれるんですか。そうです、1ヶ月だから、その前の月の何勝したかで、かける、その勝利金、はあ、はい、で入ってくるので、じゃあ結構いだからそれでもう過ごせますし、美味しいですよね、はい、まあまあ、もちろんチームによって全然あの本当にチームによって全然違うんですけど、でもそのもらえるチームに行くと、もう本当に相当いいお金になります。ね、いいね、ビッグクラブだと。はい、ビッグクラブ。じゃあ J2 になると、はい、それが減っちゃうんですか。もう全然減ります、全然減りますし、J2、でもその J1 から J2 に落ちたクラブで、次の年、1年で J2 から J1 に上がりたいので、はい、現状維持、はい、もう選手を残すために、はい、だいたいいい選手って出てくるじゃないですか。そうですね、だからその出てかないためにチームが頑張って、年俸も下げずに、はい、勝利球もそのままでっていうクラブもあります、はい、でも大体のクラブは落とします。はい、年俸 1,2 割落として勝利球も落としますし、全体的に落ちるっていう。 J リーグって全国にあるじゃないですか。ありますね、はい。で J2 だと移動とかきつくないんですか。いや、きついですけど、あ、きついっていうか、まあ J、 まあそもそもグリーン車、はあ、J1 グリーン車、 J1 グリーンですか。はい、はい、J2 は指定席じゃだって2軍じゃないじゃないですかだから予算面でプロ野球は1軍グリーン車、はい、2軍指定席ですけど、はい、J リーグは1軍じゃないですかそうなんです、一軍なんですけど指定席、まあやっぱその予算面でいろいろな、じゃあホテルのグレードとかも変わる。もう変わります。グレードも変わるんですか。だから本当になんていうんですかね、まあビジネスホテルは J1 でもありますけど、でも試合会場に近いとかいうのを優遇してくれたりするんですけど、J2 になったらちょっと試合会場から離れて安いところとか一軍なのに、はい、もう全然あります。食事とかは、食事面もまあそのホテルの一応ビュッフェ形式なんで、だからホテルのグレードが違うのでだからそもそもの出るものが変わってしまうっていう、はい、あ、じゃあちなみに、サッカー選手って試合前何食べるんですか、はい、試合前食事するんですか。試合前はします。あの試合食って、3時間半前ぐらいですかね、はいはいはい、でパスタとか中心に、はい、その炭水化物中心に、はい、エネルギーになるやつはするんですけど、はい、はい、野球とか何でもカレーとか食べてますよねそうなんですね。カツ丼とか実際サッカーは動けないですそれやっちゃうと動けない。いないですか、試合前にカレー食ってるやつ。いや、なかなかいないですね。あ、だからそもそも出ないです出ないですか。あの消化がいいものしか出ないです。
はい、キャンプの昼飯にカレー出てますからね。あ、そうなんですね、はい、だからキャンプはあるんですけど、でも試合はもう出ないですね、はい、でも日本じゃなくてヨーロッパの方って、はい、その消化が早いんですよ、はい、だからそういう消化が早い国というか、はい、選手は全然違います。あの出たりします、そういうカレーとか出たりっていうのを聞くんですけど、日本の場合はそれは全くないです全くないです、どこも一つもないです。でも全員は一人部屋ですか？基本試合の時は一人部屋ですね。 J2 でも J2 でも一人部屋です、うん、基本は。でも昔 J1 でも二人部屋っていう、監督によってです、それはあったんですよ昔、まあ、コミュニケーション取るためですか？そうです。むっちゃ嫌でしたけど、だっていびきとか書いたら寝れないじゃないですか。いびきもですし、もう先輩とやるともう気使って寝れないとかいびきしてたらおいみたいな感じ言われたりするので、もう本当に気使って、あのコンビニ買ってこいとか言われたりするのでもうそれは嫌でしたけど、基本的には今は試合前は一人です。タバコとかいないんですか J リーガーは？タバコもいないっすね。野球とかはねまだ結構いる人いますけど、はいはい、もしもいるとしたらですよ、うん、で僕はちょっと見た人はあんまりいないんですけど、うん、もしもいるとしたら昔からやられてる方で、うん、その普通の生活、実生活の中でそれがもう普通になってる方だったらいるかもしれないですけど、うんうん、基本的には表立って吸ってるとかいうのはあんま見たことないです。はい、あといつも何やってるんですか練習、試合じゃない日何やってるんですか？いやそうですよね、いやいや時間が野球と違って拘束時間が短いので、はいはい、でも今の子は結構真面目になってきてるので、はい、昔の人だったら、まあ、昔とかも関係ないですね、まあ、練習が1時間半、はい、であのケアとかも含めたら大体4時間で終わるんですよ。めっちゃ早いですね。はい、大体で、はい、早い方だったら3時間で終わります、はい、もうケアとか全然しないで朝だから練習ギリギリに来て、はい、練習して、はい、でちょっとこう風呂入って、はい、なんとかで2時間半ですかね、2時間か3時間ぐらい。じゃあもう午前中とかで終わるんですか？終わります、終わります。何するんですか昼から？だからそれフリーですね。フリーなんです、はい、で、もう本当人よりきりなんですけど、まあ本当にあのきっちりご飯食べて、はい、昼寝してっていう人もいれば、はい、そのケアをして、はい、で午後に筋トレしたり、はい、する人もいます、はいはい、で本当それこそパチンコ行ったりとか、はい、自分の趣味に講じたり、うんうん、ではそれこそゴルフ行ったりとか、うん、はい、あのハーフとか、僕も何度か行ったことあるんですけど、そういうのもいれば、トレーニングに時間を当てるとか、まあ、それぞれですけど、ね、J2 でもですか？ J2 でも、あとでも J2 だと本当に予算の部分が、うん、そのお金がないっていう部分に直面したりするので、うんうん、しっかり規則正しくする人もいれば、それからもうそれパチンコをそれ、うん、しようもんなら生活かかってくるじゃないですか、うん、それでこそ、だから、うん、もうそっちも勝負になっちゃうんで、はい、だからあんまり J2 でもいなくはないと思うんですけど、はい、いたらやっぱ生活かかるレベルになってくると。じゃあその下の J3 ですか？ JFL3 はい、もっときついです。もっときついです。もうバイトもしないといけないとか、はい、もう言うのも出てくると思います、はい、でもその代わりその J2 のクラブもきついとこでも、はいはい、J1 もし上がったら、はい、もうハッピーですか？ハッピーです。もう大ハッピーです。もうその J1 並みの、はい、J1 並みの、まあ、給与面がやっぱ、はい、上がりますし、はい、でやっぱスポンサー企業どんどん入ってくるんで、はい、だからそれによってあの年俸面だけじゃなくて、はい、インセンティブの部分も優遇されてくるので、はい、あれないんですか？こう上がった方がいいけどこれ1年で落ちそうやからちょっと出し渋ろうとかないんですか？あーそうですねクラブによってはちょっと保守的なクラブはあると思います。ありそうですよね。あると思います。ちょっと待ってよ。やっぱ社長だから、はい、こうちょっと客観的に見て、はい、J1 上がったのは嬉しいと、はい、しかも出してやりたいと、はい、でもどう考えても、うん、残留ギリのところやと、うん、来年以降も続くとクラブは、はい、しぶろうっていう決断になってもおかしくないですよね。まあ、なってもおかしくないですけど、でも基本的には選手に還元はしようとはしますけど、 あとはその社長の方がもともとサッカー畑かそうじゃないかっていうのはそれでも違います。やっぱり考え方がもうそもそも違うので、だからそこによっても選手に還元される率が全然変わってくるとは思うんですけど、でもまあ基本的にはまあ全体的には上がります。上がるのは上がるので、でも上がり率はやっぱりそのクラブがビッグクラブになればなるほど大きくなりますし、まあ言ってもその地方のクラブでスポンサーさんがやっぱちっちゃいかったり、そんなその出資してもらえなかったらそこに当てられないので補填できないので、だからその他のところで当てないといけないので上がり率が全然少ないとか。J もきついっすね。そうなったらきついと思います。
残留争い、はい、天国か地獄かっすね。いやそうなんですよ。だから逆にその野球で6位じゃないですか、はい、リーグパ・リーグで、はい、だからその6位の時ってどういう、僕あのその残留だったらもう年俸下がるとかいろいろあるんですけど、はい、そういうのってないですか、6位の時だって6位でも自分が成績出したら給料上がるんでっていうことですか。でプロ野球はチームの利益と個人の利益が正比例しないんで、いや逆に言ったら、まあ、チームが日本一になっても成績出さないとクビになるし、うん、で給料もバンバン下がるし、はい、逆にチームが最下位でも個人が能力出せば給料上がるんで、まあ勝ってるチームの方が上がる率は高いですね、はい、はい、でも下がる率は強かろうが弱かろうが一緒です。ああそうなんですね、はあ、で結局は個人が結果出したらもう1位だろうが最下位だろうが結局上がるっすね。へえ、1軍はもうホテルのグレードも変わることなければ、はい、食事が変わることもないし、はい、だから待遇面で変わることは何一つないです。1位でも最下位でも。そうなんすね。もう1軍と2軍の中では大きく違いますけど、はい、はいはいはい。クラブはやっぱもう運転の差があるので2軍もあるんですよね。サテライト的な、サテライト的なのはあるんですけど、そこ行ったらもうじゃあもっと地獄ですか。でもそんな変わんないですよ。そうなんですか。サッカーの場合その1軍2軍その出てる出てない選手で、もちろんその勝利球ってインセンティブはついてこないんで、そういう部分はありますけど、でもかといってあんまりその年間そのなんていうんですか、サッカーって難しいところで出てる選手が活躍してチームがその時に勝ってればいいっていうわけではないんですよ。だから長いのでシーズン長いじゃないですか。その中でその出てない選手がいかに大こう台頭してきて、若手がこう活躍したりっていうのは、その循環が必要なんで、そこが難しいところ。だから28人とか30人ぐらいですよ、サッカーって一チーム。そこの全員がこう回ってないといけないですよ、何かしらの形で。で出てない選手は出てない選手で、そこでこううまくこうやってないといけないですし、だからそれがないと基本サッカーは、だから個人スポーツ、チームスポーツなんですけど、野球って個人スポーツでもあるじゃないですか。だからその分サッカーはもうチームがっつりチームスポーツなんで、自分が点を取るためには誰かに生かしてもらわないととかあるので、だからそういうのがあるので、個人スポーツのように考えられない。あ確かにね、はい、でも今の話の延長で言うと、はい、あいつはムカつくからパス出さないとかあるんですか。海外はあります。いや海外はよく聞きます。あるんですか、やっぱり。だから日本だと使わないと自分の給料が上がらない。そっちなので、うん、まあどう思ってるか知んないです、うん、でもシャーラシューぞみたいな。シャーラシューぞみたいなパスがあるかもしれないですか。だってもう、だってじゃあもし、はい、ツートップが、はい、両方とも左右に分かれていいポジショニング取ったと、はい、どっちも出せると、はい、ってなった時に、はい、出す方は好きな方ですよね。でもそこまで見れる選手は一流です。みんなそこまで見れなくて出した後に、はい、あーこいつだったっていうのはあるかもしれないですけど、基本やっぱプレッシャーがかかってるとこなんで、はい、そこまで選択できて余裕がある人は超一流です。でそこがいないので、はい、大体後付けになります。出した後にみたいな。あではあるんですけど、でも結果的にそこで決めてもらう方が自分の評価につながるん で基本あんまりそこを思ってる人は少ないかもしれないです、はい、野球界だと特に昭和の人たちは聞いた話なんですけど、はい、ムカついたら全力でそいつに投げるらしいです。そうなんですか。だからもしセカンドとショートでめっちゃ仲悪かったりするじゃないですか、はいはい、そしたらダブルプレーの時にショートが取ったらセカンドに全力で投げるんですよ、はい、でセカンドが取ったらショートに全力で投げるらしいんですよ。そうなんですか。めっちゃ剛速球 で、はい、でこれが不思議と両方うまいから簡単にやるらしいんですよ、はい、結果的に最高のダブルプレーになるっていう、でも絶対もう全力で投げるらしいんですよ。あそうなんですね。あとなんか聞いた話によると、はい、スライディングとかで激しく来るんでムカついたからファーストに投げないでそいつの胸に思い切って投げたらしいです。そうなんですか。サッカーそういうのじゃないですか。敵だとあるんですか。敵、まあ敵だとありますね、はい、そのなんかもうちょっとマリーシアってブラジルで言われるんですけど、はい、もう隠れたところでちょっとこうなんかこう小突いたりとかやって、それも技術だみたいなのはあるんですけど、はい、日本ではそんなに多くはないですけど、こいつムカつくからガンガン行ってやろうみたいなのないんですか。ですね、日本では昔はありました。昔は結構こう小競り合いの中でこう足踏んできたりとか、まあそういうのもありましたけど、今はあんまりクリーンじゃ、まあそれも良くも悪くな なんですけど、アールモスさんとか結構行ってそうですよね。アールモスさんそうですね、アールモスさんちょっと激しそうですよね。お名前も言えないんですけど、あのこういうもんね。
でも多分怖かったと思います、はい、でも逆に、はい、僕はそっち派の方が好きなんですよ、うん、はい、そういうやっぱスポーツなんで、いや、そうですね、まあ、生きるか死ぬかだから、はい、もうガツガツやって行かなきゃいけないじゃないですか、はい、スマートにやってる方がかっこいいですけど、はい、僕はガツガツ派が好きなんです。あ、そうですね、はい、だから、昔なんですけど、うん、それでこそ韓国代表の先輩、うん、韓国の選手もやっぱ上下関係、うん、あ、そうですね、めっちゃ厳しいじゃないですか、うん、で若い頃にあの結構削りに行ったんですよ、うん、僕、うん、こうガツンと、うん、んで、お前なんなんだよって日本語を喋れた方なんで、うん、お前なんなんだよって言ったら、うん、うるせえこの野郎って言って僕行って、うん、パーって行ったんですよ、うん、したらコーナーキック、でっかい外人を審判こう僕隠されて、うん、でボーンって言われて、お前分かってんだろうなみたいな感じその時はすいませんその時はそれ一回ありましたけど、まあだからちょっと相手は選ばないといけないなっていうありましたけど、まあでもそれに負けないぐらいのメンタルを持たないと、まあそれは海外ではやっぱそれがスタンダードなんで、コンタクトプレーでしょ、舐められたら終わりですしね。そうなんです、だからそれを逆に技術としてこうやって逆にこうイラつかせて相手にこう文句言わせて、うん、カードを出させて、うん、退場にさせて、うん、とかそういうぐらいになんないとダメだとは思ってるので。野球もデンジャラスサインありますからね。何ですか、え、もうこう打って投げとけばいいですか、お前行くぞみたいなお前、お前ぶち抜くぞみたいな指先一つやつあるんですね。あるんです、もうデンジャラスサインがあるんです。あるんですね。そうだ、ゴーン行っとけばいいですかあと、その乱闘はあるじゃないですか、うんうんうん、乱闘はあれ絶対参加しないといけないんですか。まあ、そのよくなんか都市伝説で全員行かないと罰金やみたいなになるんですけど、はい、でもまず行かない人を見たことないんですよね。おお、みんな行くから。だってみんなガーって言ってるのに、はい、ベンチでお前乱闘だよやばいねあれって言って、はいはい、で逆にそいつがやばいじゃないですか。あ、そうですね。で、あともしそんなことしてたら、はい、もしそいつが当事者になった時に、はい、誰も言ってくれなくなるんですよね。ああ、はいはいはい、はい、だからもしだから自分が当事者になった時のことを考えても行かないといけないですね。実際乱闘その行った当事者になったことは全然あります。外国人とありますか。その時外国人ですっげえ方いいじゃないですか。でその方が来た時にハッと我に返ってりゃしないですか。完全にこいつやんぞおらみたいな、殴られたら終わるやんみたいな、いつでも行くぞおらみたいないや僕のチャンネルの方でちょっと話させていただいたんですけど、うん、ポジション的にフォワードですフォワードのガンガンこうメンタルが強い方ですよね。ガンガンみたいですね。ガンガン、じゃあ、そうなんですね。え、そこでなんかこう一歩こううわこいつかみたいな乱闘の中で、まあ、そういう話も聞かないですか他の選手で。みんな基本的にはガーッともうみんな行っちゃってるんで、ああ、舐められたら終わりだし、あ、まあそうですね。でもまあ最近はみんな仲良くなってるんでねはい、はい、あんまりなくなってきてますけど、ね、ああそうですね。最初は、あ、最近あんま見ないですね。やっぱ代表で一緒になる選手がいるんで、ああ、その方と仲良くなってきますよ、ね、ああそうなんですね、うん、ということで今回はここまでです、はい、ありがとうございました。